今井信武氏は、甲斐、武田家に仕えた武将。使い番十二人衆を経て、足軽大将衆足軽十人持ちとなる。武田家滅亡後は、徳川家康の下で、駿河田中城の城代を務めた。文禄四年に74歳で死去。子は、今井正都氏。孫は、高尾義文で、一時罷免されたが、大阪冬の陣にて先行を挙げて、 甲州八代軍内の本領を与えられ、以降、高尾市を称して、徳川旗元となる。山梨県甲州市大和町徳佐にある天目山、西雲寺道場、甲斐、武田市、第十三代当主、武田信光の墓山梨県甲府市場今井町にある、大立山富春院道場、中央、今井貞影の母島と今池瑠以来の母島静岡県、静岡市青井区靴谷にある、 大森山町原院道場、今井家る以の法教院当が今井氏は、会、武田氏、第十三代当主、武田信光の逸夫であり、会、武田氏、第十四代主語、武田信重の弟である、武田貞景が、会、今井氏子祖今井様主神経で、山梨県甲府市場今井町に住み地名を志望とした、ことに始まる。甲府市場今井町の大達山富主院には、母人母子がある。 会、今井氏、第二代、今井今井兵庫助の部業、第三代、今井兵庫助の部刑、第四代、今井兵庫助の部税の母子もある。第五代、今井山城出身となり、第六代、今井行部左衛門の信正、第七代、久兵衛信都の母費は不明である。会、今井氏、第七代、今井久兵衛信都氏は、会、今井氏、第六代、今井信政の息子で、 武田信虎、武田信玄、武田勝頼の三代に仕え鉄砲大将となり、田中城の城代を務め、合戦で数度の功名を挙げた。武田氏滅亡後は、徳川家康に仕えた。A61 年12月の信玄の駿河信仰に、従軍、A613 年1月の花沢城、徳一式城信仰にも従い先行を挙げている。 元気元年築城された田中城の城番として、城代、山形正影らと共に在城した。久兵衛信都市には三つ子があった。和とは、駿河今池の祖七兵衛角勝鼓、和とは、宗十郎正都市、数とは、朝比奈正勢の養子となった、正親である。信玄没後は、武田勝頼に仕えたが、天目山の戦いに敗れ、勝頼没後は、徳川家に仕えた。 田中城開城後、武田氏の武将は三つの道を選んだ、勝頼と天目山を目指し討ち死にした者、織田信長の追手に殺害された者、徳川家に仕えた者である。今井信都は、高尾信都と名乗り、難を逃れて、徳川家に仕えた。高尾姓は、息子の正俊の養子先の姓である。徳川家康は、信長に殺害させないよう不助子も逃した。 今井様の助貞景か図、秋主新満の男、小瀬真剣、二派二位、にて今井村に客席ありせりを瀬今井に、村派ほど近しい一連寺加古町を、合わせこう、するに文明五年十一月二十六日合戦打ち時に、独愛昧又八郎あり即貞景か総統へしその、男、兵庫助の武器遠徳二年九月十七日、清子曖昧兵庫殿の心境二人兄、 大倉ったいすけまた一っく名王3年3月26日うちじにがんは大倉。大助殿邸、八郎新慶炎徳2年3月24回は曖昧。八郎殿瀬せなり八郎団派兵庫新瀬と運新またを三人。八郎新、吉尾兵庫信佐田うんぬん山城出身となりうんぬんらん。部左衛門信政その男。九兵衛信年一作勝利とあり。九兵衛正義、 下後気象分二顔、有軍り関使い番十二人衆より、足軽大将、となる木場足軽十人、継図う人じんごじめしでされ寸衆田中城代、となる五公衆に、キス文読四年誌七十四方名図リレー、その男七名もんか鼓派には関助に属し、長くての役に、岩崎に、籠り亭、二郎三郎等十七人強戦室と云々、うん、の国師、 24松平定義編、第98巻人物部第7武田首長忍明治15年10月23日抜粋、今井信都の長男が今井氏、第8代、今井七右衛門勝鼓は、武田信玄に仕え、使い番十二人のうちの一人であった。使い番の旗印として、青地に金で描いたムカデの絵柄の旗差し物を背に、刺した。 天正12年3から11月の長久手の戦いの前哨戦、同年4月8日の岩崎城の戦いで打ち死にした。岩崎城は落城したが、徳川、織田軍との戦いで勝利に導いた。愛知県日清市岩崎町の岩崎城市公園の標柱義比には今石江門勝済みの国名がある。愛知県長久手志願作には首塚がある。この戦いの時、 敵八9人を撃ち取るなどの奮戦の末、打ち死にした。4000機幹によると、首実験の模様について、今井勝摘の首を、扇の上に厚紙を敷いて乗せ、常置きは、その外の子球と共に実験し、ことはじめよしと勇み誇っていたという。また、勝摘の子、影湯左衛門の、五郎衛門、半衛門、十郎衛門などは、後、福島生息に仕えた。 武田氏滅亡後、徳川家に仕えた信と氏は、勝住をどこに逃がしたかは不明だが、岩崎城主、二羽貫助質疑のもとにいた。勝住以後、駿河今井家は、勝住の妻子が微州港辺りに逃れて、名主、稲村喜助の後妻となり、子供が成長した後、今井半江門のを名乗ったという。その後、徳川に大将軍秀忠に仕え、源那九年に大万頭、 松平勝政組に取り立てられて、淵に百国をいただいている。寛永九年駿府に移り、定番寄り木として、以後、二十代も、徳川家に仕えた。駿河今井七祖代、今井勝鼓と、第二代藩江門の、第三代一兵衛、第四代一兵衛、第五代海一郎、第六代将軍、第七代丹下、第八代桂佑、第九代将軍、第十代将位、 第11代鎌太郎、第12代、桂の威廃と母碑が、静岡県静岡市青井く靴谷の大森山町原院,院,院にある。カの国史、松平定義編、小野泉公、11、第43巻、古籍部第6、山梨郡長群筋、3ページ、今井日ご守る墓城今井村、カの国史、松平定義編、小野泉公、 四第11巻、村里部第9、駒郡北山筋、9ページ、上今村、海の国史、松平貞義編、小野泉公、18、第78巻、仏寺部第6、山梨郡中軍筋、4ページ、大達山富俊院上今井村、ハット ABC、海の国史、松平貞義編、小野泉二24、第98巻、人物部第7、 武田首相忍ぶ、9ページ、今様の助さだかけ、の国師、松平さ義編、小野泉公、24、第99巻、人物部第8、武田司令忍ぶ、2ページ、旗本武者奉行、スカイワン12人ハット AB、藤枝師氏藤枝氏,藤枝氏、中世の藤枝、653の654ページ、一千億の道ーとント藤枝、 田中城工房戦に関わった書士、ハット ABCD、大森山町原員誌、村松継造著、大森山町原百146から152ページ、歴史を語る歴代の母堂、今池墓地、日本歴史文庫4000期2期4、週文館、135から137ページ、美州長久手戦記、ハット ABC、つ和崎城町の戦、武田茂隆高市長、 80から86ページ、岩崎城の合戦、両軍の戦闘、日本戦士参謀本部第四部編参、小牧没、北畠及び、徳川と橋場との関係、10から11ページ、少子兵等軍、愛知県史跡名称天然記念物調査報告書、第6愛知県、37から38ページ、岩崎城市、天正12年4月9日岩崎城戦死任命、 表中儀、岩崎城の戦、武田茂隆市長、97から99ページ、岩崎城の合戦、岩崎城の落城、ありがとうございます。